久しぶりに可愛いペットとクラスをやります、せっかくね、2匹目飼えるようになったんで飼い主レベルが上がってね、どういう意味かな、ここで聞き手をしたらご飯が出んのか、今頃気づいた。まあ僕ゲームやからね、まあこれともちんワンちゃんにリボンつけてるけど、実際は僕飼っている動物リボンとか首輪とかつけるの好きじゃないんですよ。自然のまんまという自然のまんまって言ったら変やけど、普通のまんまがいいんで、リボンとか首輪とか服とかはつけない、そういうかぶせ物っていうかかぶり物動物にさせないんでね。だからシンプルそのまま、you
気持ちいいから気絶してるんちゃうか。おいおい、ビスケットないねんな。ビスケット買いに行かな。なさきちゃんのも買っとかな。なトランポリン買ってみましょうか。クッション、とりあえずこんだけ買って、模様替えで、ビッグクッションを、トランポリンも、あれ5つしか置かれへんのか。そうか。これとこれ両方置かれへんの？どっちかしか。まだもう一匹買えるんですけどね、考えているところです。何か借りる、買うか、猫か、リスか、
おもちゃあんまないねんな、残念ながら買ってないねんな。よし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 、そんなに見つめられてももう別に何もないですよ。うさちゃん、うさちゃん、なんだ君が来て、俺うさちゃん呼んでんけど、おい、うさちゃん。
あ、うさちゃんトランポリンしてた。ウサちゃんトランポリンしてます。そんなに詰めないで。トランポリンできるのか。
ここらでセーブしてお別れしましょうか。それでは皆さん、さようなら。